車に来てまして、これから地下鉄に乗ります。この駅はブロック M 駅で、今から向かう駅はこの駅だったかな、確か。運賃表です。8000ルピア、8000っていうとね、ちょっと数字が大きくてインドネシアはよくわかんないんですが、まあ、大体60円ぐらいかな。地下鉄なんですが、ここは高架駅です。これ、5000万かな、5億ルピア の罰金ということになってるんです。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、5000万か。もしもね、車内で座り込んだりとかジュース飲んだりとかポイ捨てしたりすると、大体、まあ、4万円ぐらいの罰金ということなんですが、まあ、そんなんでね、そんなに高い罰金もし貸すってなった時にちょっと払えるんでしょうか。あそこにね、 L1067mm って書いてありますが、機関が 1067mm でして、この地下鉄 MRTJ って書いてあるな、多分 MRT ジャカルタなんだと思いますけど、これですね、建設し開発しているのは日本です。走ってる車両も日本車両のものでございます。近づいてきました。これがね、その日本車両の製造のもの。ブレがひどくて申し訳ないんですが、前方の眺めはね、眺めっていうか構造はエストレインとかにちょっと似てますよ。また屋根上ですが注目してもらいたいですけど、集中式クーラーがね2台ついています。ダブルクーラー、これやっぱインドネシアっぽいですね。日本と違って気候が暑いですから、おかげで車内もバチッと冷えてますよ。モーターもね、205系の5000番台と同じ会社が作ってますんで、聞き覚えのある音です。結構都心を走ってましてね、この JR 的な、まあ、国鉄と呼んでもいいでしょうか。普通鉄道に比べると運賃は倍ぐらい高いようです。あそこに見えてるのは ASEAN 本部。 ASEAN の本部ってインドネシアやジャカルタにあるんですね。それ知りませんでした。ドアチャイムなんですけど、これもまたね、いい231系みたいな音がしますよ。2階になります。3階になった方がね、いつも聞き慣れてるかなって感じがしますが、音源は多分一緒ですよね、これ。頑張ってありがとう。